これじゃ町へ帰れないよ。町って観光の町ですか？そうだけど、よく知ってるな。僕たち、そこに住んでた友達を探してるんです。もしかしたら家に帰ってるかもしれないし。そうか。でもキャッパーを全部片付けないと小屋の扉は開かないぜ。キャッパー？体から炎を出す危ないやつさ。おまけにこいつらパイプの排気口を塞いでるんで、町の機械が止まったままなんだ。そんな、せっかくここまで来たのに。ともかくキャッパーの炎をなんとかしないと、触ることもできないからな。まあアイスブーメランでもあればなんとかなるんだろうけどな。アイスブーメランですか？ああ、それがあればキャッパーを冷やすことができるらしいんだ。それはどこにあるんですか？鎖の下にぶら下がっている足場のどれかにあるって噂だけど。まさか坊主たちが行く機会？だってキャッパーを全部外さないと町の人とは話せないんでしょ。それじゃ困るんです。そうか、そりゃ手伝ってくれると俺たちも助かるけど、あんまり下の方へ行きすぎるなよ。下に行くほど熱がこもってて危ないからな。あ、それと下にある足場は別の鎖を引くことで上がってくるからな。頑張ってアイスブーメランを見つけてくれよ。
してるかって？見ての通り修理してるんだよ。しっかり直しとかないと、せっかくトロッコ免許証を手に入れても乗れないからな。こうやって自慢のトンカチで修理してるわけさ。
やおかげでやっと扉が開いたよ。ありがとうよ坊主。まあ大したものはない町だが、ゆっくり休んでいきなさい。ただいまグランさん。なんだスカラじゃないか。パンジーは見つかったかい？いや、でもひょっとしたら家に帰ってるかもしれないと思って。そうか、君たちがキャッパーを外してくれたおかげで町の機械もまた動き出したしな。パンジーの小屋の扉も開くはずだ。そうだね、まずはパンジーの家に行ってみようよ。パンジーの家は町へ入って正面の階段を2つ上がり、右手の扉の赤い家だよ。じゃあ俺も町へ戻るとするかな。
Thank you.
なあ、知ってるかい？どんな硬いものでも吹っ飛ばしちまう爆弾のこと。あ、危ないからパイプ地帯の火薬庫にしまってあるんだけど、なかなか便利なんだぜこれが。と言ってもトンカチがなきゃ仕掛けのドアも開けられないし、爆弾のスイッチも押せないけどな。パンジーは帰ってないみたいだね。あれ？あれ？2階に誰かいるのかな？トンバ！あれ？なんだろう？どうかしたのかい？おお！
なんだいこりゃ。それは僕たちが聞きたいですよ。どうやら土か何かの塊みたいだな。そうだ、地下の機械室にある洗浄機を使えば中身がわかるかもしれないな。よし、じゃあこいつは俺が運んどいてやろう。地下の機械室だからな。早く来てくれよ。俺も一人で調べるのは怖いからな。洗浄機に入れるぜ。サンタ！なんだ、知り合いか。でもよかったじゃないか、こうして助かったんだし。そうだ、大事なことを忘れてた。早くあれを修理しないと。すまないが用事を思い出したのでこれで失礼するよ。ありがとうございました、グランさん。これぐらい礼には及ばないさ。ああ、それと今見た通り、この洗浄機は泥の塊が洗えるんだ。もし暇があったら君たちも試してみるといい。案外泥の中から何かいいものが出てくるかもしれないよ。サンタ、大丈夫かい？あれ？二人ともどうしたんだい、こんなところで。相変わらずのんきだな。君、土の塊の中で動けなくなってたんだよ。そうだ、おいらうっかり泥の中に落っこっちゃって、どっかで洗おうと思いながら家の中でそのまま寝ちゃったんだ。それで塊になる、普通。まったく君と来たら大変だ、大変だ。なんだなんだ。なあ、オイラのトンカチ見なかった？いや、いきなりオイラのトンカチって言われても。お前知らないのか、トンカチ。こんな感じでこうなってて、私は知ってるよ。どっかでなくしたのか？そうみたいなんだ。なあ、探してくれよトンカチ。オイラと一緒に、な。行員がトンカチなくしたなんて、親方にバレたらまた怒鳴られちまう。相変わらず慌て者だな、モルは。よし少年、そういうことならこのサンタ様に任せときな。
すぐに見つけてやるぜ。を修理して、それから